こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい。今日はこの2つのトレーニングギア紹介したいと思います。あ、はい。お願いします。これはルスタンクライミングっていう、はい、まあメーカーブランドから出てる商品なんですけど、はい、こっちがレインドロップっていう名前ですね。レインドロップ。レインドロップ、かっこいい。こっちがモニック。モニック。まあこの2つは共通して、まあモノポッケ。まあ、1本指ホールドをまあトレーニングするために製作されたまあデバイスになります。確かに。でこの2つがまあ違うのは、浅さ、まあ、そのポケットのかかりやすさですね。こっちのレインドロップの方はかなり上級者用で、第一関節がちょうど測るぐらい、はいはい、なんで、まあ、かなりその1本指のホールドを一本一本鍛えるにはかなりいいんですけど、まあ、ただかかりが浅いんで、確かに、まあ、まだポケットに慣れてない人とかはいきなりこれでやるとちょっと危ないかもしれない。まあ、逆にこのモニック、はい、モニックの方はまあ貫通してるんで、はいはい、指のかかり具合はかなり調節できます。確かに。なんでまあ深く持つこともできるし、まあ、浅く持つことももちろんできるんで、まあ、その難易度を調節したい人にとってはこっちの方がいいかもしれないです。かわいい、かわいい。でこの2つのまあ使い方なんですけど、はい、まあ、ここにまあスリングがついてて、まあ、ここにまあ例えばカラビナとかをはけてぶら下がったりしてもいいんですけど、うん、まあ、それはかなり一本指でぶら下がるっていうのは、まあ、いきなりそれでやるっていうのはもうすでにかなり指ができてる人じゃないと難しいので、確かに、まあ、こういう例えば重り、あ、これもルスタンクライミング。そうですね、これはまあたまたまルスタンクライミングのピンチのホールドなんですけど、はい、まあ、こういう 重みがあるものに対して、はい、まあ、こういう風にカラビナつけたり、別に紐だけでもいいんですけど、はい、これで指を引っ掛けると、まあ、この重さを調節することでこの一本指をこう引っ掛けて、あー、なるほど、この重りをどんどん重くして難易度を上げていってもいいし、逆に負荷が高すぎるって思う人には軽くしてもいいと思います。はいはい、はい、まあ、これは両方とも同じ使い方で、これが1本指のそのトレーニングを段階的にトレーニングできるんで、まあ、それがすごいこのルスタンクライミングはよくできてるなと思います。まあ、あとは見た目が可愛いっていうのもあって、結構今人気の商品ではあるんですけど、はい、まあ、これはそれぞれ、まあ、1個ずつ販売しているものと、まあ、ペアで2個1組で販売しているの2つともあります。まあ、こいつが2つついてる、まあ、モニックのペアっていうやつと、はい、このレインドロップが2つついてるレインドロップのペアってやつと、はい、まあ、もしくは1個だけでいいっていう人はまあ1個ずつもありますね。はいはい、だから自分がぶら下がって、使う人はペアの方がいいかなと思います。はい、自分がぶら下がって使うんだったらいいし、まあ、1本1本、まあ、重りとかを下げて使うんであれば、まあ、こういう風に1個ずつでも左と右交互にやればいいんで、はい、あの2つじゃなくてもいいかなと思います。まあ、ペアの方が1つで買うよりも若干安いんで、まあ、その2つとも欲しいっていう人はそちらを選んでもらって、まあ、1個でいいっていう人はシングルを選んでもらえたらいいかなと思います。はい、まあ、このギア、とにかく人気の商品かつ見た目がいいってさっきも言ったんですけど、確かに、それもあって、まあ、あのどこにでも持ち運びができるんで、はい、まあ、岩とかで軽く指の一本一本伸ばすとかしてみたりとか、あ、 そ、 う、ね、まあ、そういう使い方ももちろんできるんで、確かに、まあ、そういうところで、まあ、僕個人としても非常におすすめの道具だと思います。はい、はい、村口さんはどっち派ですか？僕はどっちかというとこっちなんですよね、モニック。あ、うん、深いところから浅く両方できるんで、うん、確かに、うん、モニックの方が、まあ、汎用性は高そうな、まあ、そうですね、浅くしたかったら浅くすればいいんで、うん、まあ、こっちだとまあ難しいしかできないんで、 かなり難しいですね、レインドロップは。で難しいのだけでいいっていう人にはこっちでいいと思います。うん、まあ、モニックの方が汎用性があって、まあ、いろんな、まあ、この辺は自分次第なんですけど、まあ、まあ確かに、まあ、深くも履けれるし浅くも履けれるんで、はい、まあ、その点はこっちの方が使いやすいかなと思うんですけど、まあ、少し、ね、この外傾してる部分もあるんで、その1本指が特にこう少し R があって浅く本当に測るんですよ。いや、少し横から見てもいいですか？うん、あ、そうそう、かかってる感じが、これのかかってる感じを横から見たいです。
あ、かなり浅いです。第一関節、第一関節よりちょっと浅めな感じですね、はい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 。でこっちはまあ第一関節でかけたらそうやし、浅くかけると、まあ、かなり難しくなるんで、まあ、この辺はかけ方次第なんですけど、ちょうど関節に当てはめれるから持ちやすいなと思います、うん、なるほど、うん、まあ、ルスタン製品はそうですね、結構入ってくる頻度もそんなに多くはないので、気になる方はぜひっていうところですね。在庫があるうちに買うことをおすすめいたします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。